全国ツアーも残すところ新宿ブレイズだけになりました。そこでルナポン、日本全国を回って使えているだろうメンバーに気合の一言をよろしく。キャラキャラキャラ聞いたことあるですね。いや、可愛い。多分今リスナーさんは気合出たと思います。はい。ドレレネッツのドレラジ。少しおちょこちょいな5人組お人形アイドルドーレエレメンツはあなたにとって一番身近な存在になるため、そして女の子の夢と憧れを形にするため、今日も人形から人間へ変身します。ドーレエレメンツの熊崎梨花と小島瑠奈がお送りするドラジー。はい、今週はこの2人初期面でお送りします。はい、二人珍しいね。二人で初めてこのじゃない確か。おーやびゃー。はい、先ほどオープニングでも触れたんですけれども、はい、ついに全国ツアー残すところ新宿ブレスのみになりました。あー、もう新宿だけ。やばい、4日後やばいね。いやでも北海道とかね、うん、もう行かせていただいたしね。大阪も行かせて、なんか正直9カ所ってね、うん、いっぱいあるし長いだろうなって思ったの。思った。そうでも本当あっという間で短かった。もうやばいやばいね。でもね、美味しいものいっぱい食べてよね。そうやっぱグルメもね大切だから。はい、はい、そうですね。まあそんな感じなんですけれども、はい、でもね、うん、メンバーのツイッターやブログを見るとしんどい、大変、眠いという弱音ばかり。こんなんでいいと思ってるのか。書いた記憶ないんですけど。これでは全国ツアー最終日を無事に迎えることはできません。はい、あと5月2日開催のドルフェスも迎えることができないし、当日ドルフェスで販売するドルラジとコラボした目覚まし時計も完売できません。ちなみにドルフェスは会場14時開演10時半です。ねえ、なんで宣伝してんの。宣伝じゃんこれ。勝つというよりは、まあね、目覚まし時計欲しいよね。欲しいよね。こいちゃんが書いたやつ可愛かったもん、ね、何気に可愛いし、ね、何気にって何、なんで上からの。ちょっとだけチケット料金高いけど。そうだね。時計ついてると思ったら安いから。あ、もう確かに。めちゃくちゃ安い。しかも私たちのボイス入りだからね。そう、そう、目覚めるよ。そう、それで起きてみんないい、はい、はい、ということで疲労回復をするためにルナポン、はい、効果的なものって何だと思う。エステ。エステ。あ、ルナポンね。はい。ルナポンのもちもちの肌を良くするためには、はい。エステ行くことなの？そう。私エステ大好きなんですよ。エステじゃないよ。エステじゃないの？正解は、はい。酸っぱいもの。酸っぱいもの？そう。好きですよ。お、レモン、梅干し、お酢などに含まれるクエン酸には、疲労回復効果があるのです。いやー、そうなの。あ、なにこれ、ストレス溜まってる時に、あ、酸っぱいもの食べたくなるの？普通。じゃあ。多分、そうなのかな？あ、じゃあ。でもね、リカピオンね、ちょっとここから進めたくないなって思っていて。なんで。あの酸っぱいものリカピオン嫌いなんですよね。食べたことあるの酸っぱいもの？まず、ほとんどなくて、なんかここに台本に番組が用意した謎の酸っぱいものジュースを飲んでもらい疲労を回復しちゃいましょうって書いてるんですけど。おお、やだ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 。酸っぱいものジュースって何ですか？何が入ってるの？ブール、謎の酸っぱいものジュースは答えてよ。なぜか一つしかありません。はい、じゃんけんで勝った人が飲んでください。え、勝った人？負けた人じゃなくて？決して罰ゲームではありません。勝った人は嫌がらずに飲みましょうとのことです。え、意味が分かんないんですけど、このルール。疲れが、疲れが取れるから勝った人が飲むみたいな感じ？分かった。でもリカビオン勝つ自信しかないから大丈夫。でもやっぱちょっと飲んでみたいかも。おお、あ、体にいいもの、体に悪いもんじゃないってよ。はい、じゃあ早速じゃんけんしますか。はい、いきますよ。ドルエル、ルナポン意識低い。ごめん、ごめん。いくよ。はい、せーの、ドルエルじゃんけん、じゃんけんグー。あ、やったー。はい、じゃあリカピオン。え、勝った人だから。え、違う。ちょっと待って。勝った人だから。違う。はい、プレゼントどうぞ。やばい、ちゃんと見てなかった。え、待って、透明なんですけど大丈夫なんですかね。あ、どうぞどうぞ。いいですよ、飲んでください。せーの、いいよ、全部飲んで。え、何その今のリアクション。え、どんぐらい酸っぱかったですか？え、じゃあ例えると何？レモンとか梅干しとかさ。あ、涙、涙出てる、涙。ちょっと待って。すごい涙出てる。えぇ、ー、すっごい、ほんとにすごい。でも匂いしないんですよ、これ。水みたいなの、色も。え、グビグビってるのも。あー、ね、やばいよね。あ、だっか。やばいよね。なんか、涙
なんかで、これ何入ってるんですか？クエン酸ってこんな、クエン酸って酸っぱいんですか、まず。あ、そうなんですか。これ酸っぱい。これ、なんかめっちゃ量入って、紙コップ1個入ってるんですけど。やばい、もう。全然、10分の1ぐらいしか飲めてない。はい。うん、というわけで、はい、疲労回復して、元気 1200% でお送りするドルラジ。この辺で、1曲お聴きください。ドルエレメンツで、スクリーム&シャウト。やばい。なんだこれ。めっちゃ酸っぱいです。え、なんか、え、これ、試してないんですか？ちょっと。言葉を超えて。勇気と元気を与えます。ドルラジ。酸っぱいもので疲労回復した後は、私、リカピョンこと、トノサキリカのコーナーをお送りするぴょん。題して、アゲアゲアイドル、トノサキリカプレゼンツ、売れるアイドルの条件はい。待って、今、コール聞こえない。コールとは。あ、じゃあこのコーナーの説明ちょっといいですか？はい、大人気コーナーの登場です。このコーナーは趣味にアイドル鑑賞と書くくらいアイドルのことが大好きな私、殿崎リカピョンが売れるアイドルの特徴をベスト3で発表したいと思います。前回は夜寝る時の格好をベスト3形式で紹介しました。はい。ちなみにルダポンは夜寝る時はどんな格好ですか？やっぱジェラピケかな。アイドルってるジェラピケってジェラートピケっていう、あの、パジャマとかがね。え、待ってください。最近デビューしたんですよね。いやいやいや、前から持ってますよ、靴下だけ。はい、小島さん最近デビューしたそうです。はい、ということで、今回のテーマはこちら！売れるアイドルは絶対に入っているバッグの中身ベスト 3！ はい。何が入ってるんですか？はい、バッグの中身といえばですね、財布や音楽プレイヤーなどが一般的なんですけれども、はい、売れるアイドルとなるとバッグの中身も独特。そこで奴隷のセクシーでありお上品でありお姫様でありえ、お姫様ルナポンだよ。清楚担当でありそんなお姫様ルナポン。そんなルナポン置いといて、はい、リカピョンがアイドル力が低いルナポンに売れるバッグの中身を伝授したいと思います。嘘つき。だってリカピョンこの間あのスタッフさんのカバンの中になんかヒートテック入れてたもん。何違う間違って偉いスタッフさんの中に証拠写真撮ってそう本当にね気まずかったすごい見てないと思う見てないと間違ってぶん投げちゃったなはいということで早速第3位を発表します。第3位はケープえここは小島さんは、はい、女子力が低いけど共感してくれると思いました。ケープです。え、それは入ってますよ。女子力高いものなの。ケープ前髪命じゃないですか。え、そうだよ、当たり前じゃん。おルナポンが共感してくれました。え、ケープは入ってますよ。そりゃだって入ってなかったら泣きそうになります。え、でもこの間、うん、忘れて泣きそうになって走って買いに行きました。本番前にマネージャーさんと。そうです、ヘアスプレー。でもめっちゃ大きいじゃないですか。なんで普通の人だったら持ち運べないと思うんですよ。あ、確かにそうなのかな。そう、売れるアイドルは持ち運んでるそうです。ルナポン売れるかもしれませんかもしれません。なんなのかもしれませんって。なんで2回言ったの。ルナポンね、ちょうど昨日ね、うん、ケープガッチガチに固めすぎてやばかったです。ノリみたいな毎回前髪ノリみたいになってますよ。昨日はね、もう一段とやばかった。あ、しかも昨日はめっちゃ汗かくところだったんで、うん、固めとかないと。これは3回回しだったんですけど、うん、ライブがね、うん、3回持たないなって思って、うん、ちょっと固めてきました。ピカピカってカッピカピカ。本当にほうきみたいだったんですよ。本当にびっくりしました。金髪だったんで余計ほうきみたいな。はい、はい、そんな感じで皆さん大きいケープ持ち歩いてください。はい、続いて第2位は電子辞書。電子辞書だってもうリカピョンさ、ん、学生じゃないじゃん。違うんです。はい。売れるアイドルはですね、うん、やっぱり MC とか、トーク力とか必要じゃないですか。はい。語学力を学ぶために、うん、常に、語彙力。語彙力を学ぶために、はい。常に、いや、もう今のって説得力ないんですけど大丈夫ですか？常に電子辞書を持ち歩いて、うん、でもね、お金なくて買えないなって方は国語辞典とかでいいんですけど。え、重いし重いし、はい、常に辞典を持ち歩いて、うん、分からない言葉とか台本とか上品に、そう、読めない時があったら、うん、すぐカバンから取
飛び出してすぐ探してその漢字をやるようにしてもらいたいなって。リカピョンはでも、はい、電子辞書とかそういう前に上品さとかそういう前にね、うん、まず足閉じた方がいいよ。ちょっと何それここカッコいや違うんです、はい、リカピョンはちゃんと売れるアイドルになるためにオンとオフをはっきりしてるんです。え、なんでアイドルスイッチが入った時はパッ、はい、足を締めてちょっと後の先理科に戻ろうかなって時は、うん、ちょっと開いちゃって寝ちゃうくらい。何ちょっと開いてる。違います本当に部屋とかやばいですよ。もう真っピンクでいい匂いしかしなくて本当に女子力高いんで。いや、はい、この間聞いた話ではある一部の可愛いゾーンだけすごい綺麗にしててそれ以外はもう歩けない。違う歩けないいやもうルナポンとの友達怖いそうやっぱ可愛いのを可愛くね並べてる。あ、もういいよいいよ、はい、そんなリカピョンの1位は何ですか。はい、じゃあ早速1位を発表したいと思います。はい、第1位は鏡。何それつまんない鏡今も持ってるね。鏡キャラ。あ、そうなんです、持ってました、すぐ近くにキャラでしょ完全に。違いますやっぱり売れるアイドルになるリカピョンが常に持ってる鏡といえば、うん、鏡なんで常に持ってる鏡といえば鏡なんですわかんない、はい、鏡はですねやっぱり、はい、なんだろうアイドルの命と言いますか、うん、絶対にいつでもどこでも持ってないと売れないんですよ。はい、なんでかっていうと、はい、前髪が崩れたり、あのそれは気になるよね、目がパチリカピョンじゃなかったら大変なことになっちゃうんでパチリカピョンじゃなくて、ね、常に、ね、今後植えたいなって思ってる人は、はい、絶対に鏡をドルラジの収録中でも持ち歩いてください。 OK ですか。いやでも、うん、この間の放送結構前の放送聞いて、うんうんうん、なんていうの自分が映る時あるじゃん鏡じゃなくても、うん、見ちゃうっていうのは分かる。あ、ルナポンさん売れますねこれ売れます、ルナポン売れます。いやでも鏡はそんなドルラジの収録まで持ってこないから中に持って入んないから。え、持ち歩いたらできんですか喋ることに集中してもらっていいですか。わかりました、じゃあ台本見ます。はい、お願いします。はい、さすが足りてない。じゃあちなみにこのランキングを聞いた上でアイドル力が低かったルナポンに質問です。はい、今ルナポンのバッグに入っているもので一番売れるアイドルっぽいアイテムは何ですか。アイドルっぽい、うん、アイテム縦目さすがさすがパーキツパツキンパツキンなんで噛んだのそこでさすがパツキンルナポンさん。いやでもそうですね、やっぱり変装大事ですから、ね、変装じゃなくて変装しないと街歩けないですからね。じゃあ変装じゃなくて、ちなみにそう小島先生小島今今をときめく小島先生のと、あ、でも聞いてください、私、うん、前黒髪だった時は結構新宿とか行ったら話しかけられたんですよ、うん、でも金髪になってから全く話しかけられなくなった。もしかしていつもしてる黒い帽子のせいじゃないですかいつも帽子かぶってないし、黒い帽子して伊達目してマスクしてっていうのが怪しい、小島ルナさんなんだ。怪しいでしょ完全にそんなのしてないじゃん、すっぴんの時だけだよはい、ということで伊達目もおしゃれのワンポイントになるんで、はい、そうですね、はい、売れたいと思ってるアイドルさんはぜひ伊達目をしてください。 OK ですか。尺足りてますかどうやって伸ばすメンバーか。いや、ゴンちゃんとかユキノも伊達目とかするよねたまに。違うんです、なんかユキノンってなんていうんですか、真似する癖あるんですかね違うんです、私が伊達ってください、私が伊達目してたらなんか伊達目し始めてなんか私被るの嫌なんですよ基本的に。なんでユキノンが伊達目してる時は伊達目したくなかったんですけど、他のメンバーでもそうですよ、なんか他の人が伊達目してたら同じ日には伊達目したくないんですけど、それはね若干ね気づいてた私も。でしょ、だよねだよね、なんかある日同じ日に伊達目した時があってちょっとさって撮ってましたからすぐ撮ったマジかぶんの嫌だった私だからユキノンに朝伊達目するしたら LINE してくれるみたいなドルラジ。ということでこの辺で私のおすすめの曲をリスナーさんへお届けしたいと思います。これから売れそうなアイドルさん、そして女の子にもぜひ聴いて共感してほしいです。ドレメってラブミードゥ、勇気と元気を与えます。ドレメのドレラ
ここからは番組に届いたリスナーの皆さんの普通のお便り、普通お便りをご紹介したいと思います。普通お便りとは番組でやってほしいことや答えてほしい質問などなど、番組コーナーにないメッセージを紹介していきます。日本元気党のようにお悩み以外のメールも読んじゃいますよ。日本元気党じゃ必要ないね。なんだっけ、日本元気党って必要ないね。久々に聞いたフレーズだったかし忘れてた。元気党のコーナーですね。はい、まあでもじゃあ早速お便りを紹介したいと思います。宮城県にお住まいのラジオネームオレンジジュース大好きさんからのお便りです。ありがとうございます。ありがとうございます。ぴょんぴょんファミリーです。おー嬉しい。宮城県女の子です。ぴょんぴょん、女の子、やばい。二十歳。高森かぴょん、はい、スタイルが良くて可愛いリカぴょんに憧れています。その美貌を保つために努力していることはありますか？具体的に教えていただけると泣いて喜びます。だって可愛いね。え、こんなすごい素晴らしいメール読んでいいんですか？ドルラジでどうしたんですか、ディレクターさん。私と同い年じゃん。私と同い年でもそういう考えを持った女の子がいるんだよね。どういうこと？どういうこと？じゃあ、はい、素敵な BGM のさて、はい、回答したいと思います。はい、そうですね、やっぱり常に女子力を上げたいなっていうことは、はい、思っていて、はい、例えばお風呂に入る時とかは筋肉痛をほぐすためにもみもみしたり、体のいろんなところをもみもみしたり、はい、そしてお風呂が上がってさっぱりカピョンした後は、うん、ボディクリームとかボディオイルでヌベヌベしたり何ヌベヌベって汚いんだけどからのメディキットっていう足痩せのそうタイツを履いて岸間リカピョンしたり、うん、その後は、いい匂いのするものをつけて、はい、もういいです、もういいです。ふわふわにしたり、もういいや。で、最後に鏡チェックして、見出しの、見出しの身を。なんか、リカビョンってさ、ファッション女子力高い、系女子みたいな感じだよね。ファッション、ファッションそういう意味違う違うやっぱりさ、うん、可愛くいたいから。うん。なんなのさっきからその喋り方。いや、すごい女の子のために今、回答してあげました。うん、まあでも本当にしてるもんね、リカピョンは。そう、本当にしてる。うん、ライブ始まる前とかもね、一人でずっとボディクリーム塗ってるもんね。あのね、それはね、女子力っていうより、マネージャーさんに怒られちゃう。そう、なんかリカピョン昔から書く癖あるんで、私もあるんですけど。手の子治ったね。確かに、うん。もう冬じゃないから。あ、そっか。なんか書く癖があってリカピョン冬じゃん、夏とかでも書いちゃうんだよね。そうで、なんかボディクリーム塗れって言われて塗ってるんですよね。はい、まあ、リカピョンの家は1回しか泊まりに行ったことないんで、それはもういいのなくて何してるか知らないんですけど、まあ、でもねベッドとか可愛かったよね。マイメロちゃんとか置いてた、ね、そう私はベッドに絶対ぬいぐるみとか置く人じゃないんで邪魔だったんですけど、理解できなかったってこと。まあでもリカピョンの美貌を保つために努力していることはそんな感じで、はい、はい、ありがとう、はい、じゃあ次2枚目お願いします。はい、栃木県にお住まいのスーさんからです。はい、ありがとうございます。18歳の大学生。おー、18歳、年下よ。はい、この季節厚着をすると汗をかき、薄着でも寒くてくしゃみが出ます。上着を手に持つのはめんどくさいです。どうすればいいでしょうか。どういうこと。何厚着すると汗かいちゃう、うん、薄着だと寒くてくしゃみが出る、うん、でも持つのめんどくさい上着、うん、どうすればいい。わかった。カーディガンだ。プロデューサー巻きっていうのは、あれちょっと私受け付けない系かな。なんで。でも大学生でしょ。やってそうじゃない。大学生いっぱい。やってないんですか大学生。私カーディガンを腰に巻くのちょっとチャラくて。腰じゃない、腰じゃない。あれどこに巻く。肩。やだ、肩もっとやだ。いや、腰って高校生じゃないですか。女子高生じゃん。でもなんかだらしなく見えちゃう。あ、まあね。うん、じゃあ我慢してくださいって感じですか。スーさんちょっとめんどくさいね。ちょっと頑張って持ってよ。でも、持たなきゃいいんじゃない。別に熱くていいじゃん。暑いと汗かいちゃうんだって。じゃあ、ハンカチ持った。あ、ハンカチいいんじゃないですか。ハンカチ持って汗拭こう。それでよくない。すごい垂れてきちゃう。タオル巻きますか。すごい垂れてきちゃう。高いけないし。あ、じゃあな、冷えピタとか貼っとけばいいんだけど。やばい。理想の格好。理想の格好、ドラジっぽくないけど、語ります。なんかさ、前も私話した曲ある、これ。え、なんか。このビーチ。じゃあなんか、お父さんを基本見てるから、うん、お父さんがスーツなの基本。あ、だから分かんないんだよね。スーツかスウェットしか見たことない。あ、でもね、でも普通にジャケットとかでいいんじゃない？うん、綺麗めっていうの。
そうだね。リカピョン黒系好きなんで黒系の来てください。スーさんオッケー？オッケー。はい。ということで、黒系のものを適当に着るでした。違う、絶対。質問の内容違うから。まあ、とりあえず我慢してください。はい。はい。ドルラジ。ここでドールエレメンツよりお知らせをさせてください。まずはですね、私たちただいま絶賛全国ツアー中なんですけれども、ついに4月18日、あと4日後に、はい、東京の新宿ブレイズにてツアーファイナルを迎えさせていただきます。新宿ブレイズ！新宿ブレイズですよ。そう、あと4日後です。早いですね、もう今までたくさんいろんなところでやらせていただいたんですけれども、最後の公演、みんなで楽しめる公演にしたいと思っています。集大成となる、はい、素晴らしいライブになります、はい、なのでぜひ皆さん4月18日新宿ブレイズに遊びに来てくださると嬉しいです。お願いします。そして5月2日にはドルラジとのコラボイベントドルフェスを開催します。イエス、イエーイ。はい、なんとゴンちゃんのデザインした目覚まし時計もついておりまして、はい、しかもねそれに個別でサインしたり、あとボイスもねメンバーののが入ってますので、その目覚まし時計で毎朝起きてほしいなって思っています、はい、皆さんぜひ遊びに来てください。お願いします。リカとカズマレナがお送りしてきました。ドラジー、はい、なんか BGM バッドガールだね。バッドガールですね。ルナポンはグライダーには入らない。ルナポンがバッドガールじゃないし、グライダーには入りませんよ。どうしたの、何、この間入りたいって言ったし。言うな言うな、なんで言う、なんで言うか、それを。よかった、そこ触れないようにしとくね。よろしく、はい。まあね、今回、はい、今日の放送はぴょんぴょんコーナーあったね。はい、リカプのコーナーでしたけれども、はい、リカプのコーナーこれ続く、大丈夫？実は毎回苦戦してまして。ね、なんか毎回さ、なんか始まる前にすっごい悩んでるよね。そう、何が面白いですか。そうだよ、ディレクターさんの回答になっちゃう。はい、でもディレクターさん頑張って、ちゃんと考えたもんね、自分で。そう、全部頑張って回答したよ。だからみんないっぱいメールください。あ、そうだね。そう、答えの回答欲しい。ぴょんぴょんファミリー頑張っていっぱい送って。はい、ぴょんぴょんしてください。はい、安定感ある、安定感ありますか。安定感嘘です。え、なんか今日超まったりだなと思ったんだけど。え、これでまったり。なんかイズミンの時がもうめっちゃヤバいから。え、イズミンのボケが今日めっちゃ喋ったよ、リカピョン。え、そうでしょ。うん、喋ってましたか、リカピョン。めちゃくちゃ喋ってました。お、新鮮ですね。私まだ、うん、ユキの音だけやったことないの、うん、いや、事故る事故る。完全事故る。ちょっとやらないそうです。放送事故。はい、じゃあ今日も安定して2人がお送りしました、はい、ということでドルラジではリスナーさんのメールを大募集しています。コーナーの詳細は番組公式ツイッターをチェックお願いします。ツイッターでドルラジと検索すれば見つかります。メールの送り方は東京FMの投稿フォーム、メッセージ&リクエストからお送りください。ツイッターにもリンク貼ってあります。それではこの辺でまたお人形さんに戻りますかね。はい、眠いで戻ります。はい、シュシュ。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お送りしたのはドールエレメンツの小島瑠奈と野崎リカピョンがお送りしました。バイバイ。